中村渡るは、日本の小説家。岐阜県大垣市出身。大垣市立北中学校、岐阜県立大垣北高等学校、芝浦工業、大学工学部工業経営学科卒業。10代の頃は、バンド活動をしており、歌詞や曲の創作活動が好きだった。卒業後、メーカーに就職し、エンジニアとして働く。 27歳の時にバンドを辞めたため時間を持て余し、友人に勧められて小説を書き始める。執筆活動に専念するため、1999年29歳の時に退社。執筆することを中心に考え、合間に塾で勉強を教えたり、引っ越しをするなど、とにかく生活を変えていた。2002年31歳の時に履歴書で、 第39回文芸賞を受賞しデビュー。2006年に第6回スーパーダッシュ小説新人賞選考委員。2007年に第2回日本形大小説大賞選考委員を務めた。子供の頃に読んだ児童小説に影響を受け、他に影響を受けた作家に、椎名誠、村上春樹、吉本バナナ、エクニカオリ、角田光代を挙げている。著者の表紙イラストは、 本人が名誉と呼ぶイラストレーターの宮尾、数高によるものが大半であり、作品によっては、章の扉や作中にもイラストを手掛けている。一部作品、別名義、共著、シリーズ、アンソロジーでは、総外イラストから外れることがあるが、奇跡や、デビクロ君の恋と魔法などのように文庫版の表紙や、作中イラストのみで採用されることもある。中村は、 自身が描く登場人物を劇団員に例えている。作品によって名前や性別は違っても、各には共通したものを持っており、例として履歴書に登場する山崎さんと絶対最強の恋の歌に登場する木戸さんは、名前や性別は違うが各にあるものは同じである。2015年により武士ードが企画するメディアミックスプロジェクト バンドリ、プロジェクトの原作、ストーリー原案を務め、世界観やキャラクター設定、原作小説の執筆、メディアミックス作品の原作、ストーリー原案、作中楽曲の作詞などを担当している。起用理由は、中村の著書である、ぐるぐる回る滑り台を読んだ武士ロードの編集者が、中村を推薦した。ストーリーにおいて、主人公たちが、高校に入学してから音楽を、 はじめ、数ヶ月をかけて、バンドを結成し、質屋でギターを購入して、メンバーと比べ、バンド練習をしていた点などは、中村の実体験をもとにしている。また、プロジェクトにて作詞も担当することに対して、中村は、もともとは、作詞、作曲経験しかない人間が小説を書き始めた。だから、バンドリ、プロジェクトでは、小説家が詩を書いているのではなく、 作詞家が小説を書いているという方が近いと思うことがあると語っている。中村はバンドリプロジェクト以外のブシロードコンテンツにも多数起用されるようになり、アーガナビスフロムバンドリでも同じくストーリー原案と作詞を担当するほか、D4DJ ではストーリー原案、楽曲作詞のほか、作中のユニットの一つ、リリカルリリーの音楽プロデューサーも担当する。 記載がない場合はすべて中村公名義。中村渡るは自身のブログでこの名義のことを中村渡るの生き別れの双子の弟と記している。いずれもイラストは宮岡図隆。絵とショートストーリーのコラボレーション作品。ないが中村渡るの作品。ありがとうございます。